来た。というわけで、まあこれはこちらもですね、明日の TGS2018 アークブースで試遊できるまあものと同じものを持ってきましたということで、まあ、まだまだ開発中の問題はございますが、こちらを使って対戦していこうと思います。というわけで、こちらの4キャラクター真ん中はランダムだ、はい、さあ、じゃあまずいいっすよ、一木さん選んでください。まあ、あの使いやすさで言うと、やっぱりリュウコとサツキさんは使いやすい、使いやすい、4人の中では。チキング今日こそ勝ちたがりをやれるか。やれの字がね、なんかカタカナなんで、どういうこと、意味深、あ、そういう、はい、かける感じ。まあ、何本かやるんですか。まあ、何本かやりましょう。やっぱ1本だと、そうです、ね、いや1本で決着つけるんですか。え、まあ俺はいいぜ。いいぜ。お、挑発が。ちなみに一木さんにはちょっとさっき触ってもらいました。触りました。一通りキャラ触ってみて、はいはい、社内の、まあ、あの、あの格下強いマンに教えてもらいました、はい、まあやっぱり小沢さんが今言ったように、さつきあたりがとっつきやすそうだなとは思いました。さつきはあの飛び道具が非常に強力なので、でしたね、かっこよかった、はい、使いやすい、まあ動きも速い、素早いです。じゃあさつきにしよう。じゃあ僕さなぎ山にします。うわ、お、メガ、メガ、ステージが選べます、ね、そうですね、はい、TGS バージョンではステージが選べます、はい、真四角、まあじゃあ真四角でしょ、まあ基本のステージなのでそちらにしましょう。みんなキャラ増えるのかなって言ってる。説明がハード、そうですね、はい、攻撃が四角と三角と丸、基本的には、うんうん、四角ボタンが近接攻撃、三角ボタンが遠距離攻撃、丸ボタンがブレイク攻撃ってあるんですけど、これがガード不能の攻撃になります、うん、相手のガードに一方的に勝てると、うん、はい、で R1 ボタンがガードですね、ガード、はい、ガードボタンです、うん、で移動が左スティックで L1 と R1 を押すと、バーストか決意バーストという、まあ、いわゆるこれはもうブレイブルやギルティギアと同じバーストですね、暗い中だと決意バーストが打てて、食らってる最中じゃなければ決意表明演説を使うことができます。先ほどのじゃんけんが掴められる、はい、これ使ってほしい、使いたい、フラグが当たった、はい、じゃあ行きますよ、行きますか、じゃあ行ってみますか、ゴー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 、じゃあこれ飛ばさないで見ましょう、見る見る、 お前の望んでいた瞬間失望させてくれるなよ、かっこいい、生徒会の委員長なんで、あの本能寺学園でもうすげえ偉い人。さあ急にでかい、おおお、さっきいた人は何だったんだ、なんだこれが、剣の層、これ中に入ってます。あ、なるほど、月様の期待に応えられるよう全力で行かせてもらいます。いや、さなぎ山マジかっこいい、かっこいい、さなぎ山渦いざ尋常に決闘開始、さなぎ山が来てるのが、まあ、剣の層っていう、あの、まあ、極制服、制服なの、制服です、あれ制服です、制服なの、お尻が結構見えますもん、ね、お尻が結構見えますね。結構こんな感じスピーディーなゲームなので、まあ、あのいわゆる 3D の、はい、そんななんか空間で戦うゲーム、そんな難しいことしてないのにすげえ動く、おほう、面倒固定、面倒固定、痛い痛い痛い、檜山さんの面倒固定、ちなみにこれ俺 R、 あの四角ボタン連打してたけど、あ、そうなんだ、四角ボタンを、そうですね、近接攻撃や、まあ、遠距離攻撃を連打するだけで今後つなげてくれる、いい、俺すごい、俺も四角を押してるだけです、市木さんそれっぽい、すごい動きしてる、なんか遠距離、お、飛んできた、近接、やめろ、お、お、何、そ、教えてねえぜ、あー、よしよし、あぶね、びっくりしたぜ、面倒こて、マイル、かっこいい、あ、面、あー痛い、さあ面からの面、面からの面、こいつはもう面しか、面と、面と胴とこてしかやらない、はいはいはい、入ってますよ、ちょっと一貫、やるやんけ、教えてないやつ、や、飛び道具、飛び道具、飛び道具、ちょっと待って、はい、飛び道具、おー、来た、エヌシが、あ、カサ当たりだ、カサ当たりだ、いけないよ、なんでカサ当たりなの、やばい、さ、さなぎ山先輩、でも結構やばい、落ちてくる、さなぎ山、どうすんの、あ、ごめんなさい、痛い痛い痛い、面倒こて、狭い狭い、さなぎ山やめろ、さなぎ山寄せ、さなぎ、さなぎ山さんは隣接攻撃が強いですね、はい、そうですね、このさなぎ山先輩はこの三角ボタンの遠距離攻撃が飛び道具じゃなくて、これ突きを高速で行う感じの技になってるので、なるほど、まあ、離れた時からこれを狙いましょう、あ、決意表明演説を狙いましたね、狙いました、やってほしい、お主、決意表明演説行くぞ、痛い、あ、いやゲージが溜まってねえよ、俺待って、ゲージ50発使うんですよ、当たれ、よし、あ、当たった、始まった、じゃんけんが始まる、じゃんけん、やるぜ、じゃんけんグー、なんで嘘つくの、やるぜ、さあどうするんだ、どうすんだ、俺はどうするんだ、どうすんだ、どうした、お前の力こんなものか、こんなものか、大口を叩いた割にはおい、一気に、あー、おい、論破された、ちなみにじゃんけん負けると論破されて吹き飛ばされます、失敗します、はい、勝つと効果得られるんですけど、まさか負けるとは思わなかった、読み合い、あー、じゃんけん、やめたまえ、かっこいい、じゃんけんグー、ゆるさん、さあどっちだ、どっちだ、どうせ回復だろ、超人の汗だ、ほらさ、さこっぱが、好きだらけじゃ、
あーやばい、死んでしまう、はい、どうすんの、どうすんの、さなぎやばい、パイセン、あ、これはまずいですよ、これはパイセンが食らえ、あ、やばい、ミスった、あー、ガードブレイク、あ、天才か、パイセン、いや楽しい、これちょっと、はい、ちなみにこんな感じで、あの、何事もなかったかの一回立ち上がって2戦が始まるぞ、あ、そうなんだ、ついで、あぶね、ちょっ、お、これは小沢さんが押されている、はい、はい、はい、あ、新作のスキル見てみよう、これは入るのでは、一本、バーン、かっこいい、白黒になった、これが、これが剣の層改めじゃ、第3戦、あっという間の第3戦、いけ、あ、はい、やりよる、見てから表明余裕でした、マジ、はい、やめてくれ、じゃんけん、これ難しいぞ、ボーン、一木さんはダメージを取りに来ると思う、一木さんどうせダメージでしょ、一木さんどうせダメージだよ、さあどっちだ、世界の真実だ、普通に、あー、やべえ、負けた、おなんで大攻撃強化、そう、さあ、それじゃんけんぽんに勝つと、ま、じゃんけんぽんに勝つと2回続くぞ、はい、じゃんけんぽん、はい、いやいや、なんで体力満タンなのに体力回復を選んだほらー、反論した、反論した、終了、はい、これどこまで続くんだろう、3段階まで、はい、見てから余裕でした、ちょちょちょ、どんだけ当てんねんどんだけ勝ちたいんじゃん、いや、これをやりたい、地獄のじゃんけん、どうせどうせ、で SP を増やしたいでしょ、俺もう先におっしゃったよ、一木さんのくせに、言ってよ、一木さんのくせに、さあどうだ、さあどうだ、それでは作り直す、貴様はその中でも、あー、ぶね、で、引き分けだと、引き分けだと続きはしないんですけど、はい、決意レベルっていう強化はされます、はい、早い早い、早かった、近接攻撃がいろいろ強くなってる、お手軽コンボじゃ、やめたまえ、まだ入る、一木さんがめっちゃ18、3つ、誰だこれ、誰だこれ教えたやつ、誰だこれ教えたやつ、お、これは入る、はい、危ねえ、あー、裏にも、あ、つながってる、つながってる、つながってる、どうすんの、お、決着、減りすぎじゃない、俺見たことない6600ダメージ天才か多分あの壁とかにバーンって当たると跳ね返ったとこに、あのさらに追撃が入ったりとかするんですけど、すっげえ噛み合った位置で多分バーンとして、俺多分俺このゲーム大体4000ぐらいしか見たことないんですけど、6600出たの俺初めて見たわ、さすが、さすが一木さん、たまたまゲージ溜まったから最後必殺ってことだったら、やっぱさつき様なんだよな、すごい、でも俺さつき様一択じゃないですか、委員長なんだね、委員長、じゃあ、じゃ あの僕キャラクター変えます、変わりました、やっぱ、やっぱ四天王の四天王の中でも一番ね、若いんで、さなぎ山が、いやー、最弱と、いい尻でした、まあ、そうですね、はい、そこも見どころの一つすごいいいアングル、失礼失礼、まあ、まさにね、あのさなぎ山ほら、見れば分かりますけど、あの、うん、四天王の中では最弱じゃないですけど最弱って言うとちょっとあれだけど、まあ、最初に負けるんですよ、あ、そうなんだ、最初に負けるんです、はい、どうなんだろう、連続で同じキャラ使うのはどうなんだろう、いや、いいっすよ、いいっすか、まあ、まだちょっとしかないね、じゃあ俺はこのガマゴーリを使うぜ、おお、20歳を主役が出てこず主役いいなぁ、かっこいいですね、じゃあステージ細長い方にしてみていいですか、あ、いいっすいいっすいいっす、あ、はい、本当だ、細長いって書いてある、まあ、ステージのいろいろあの特性もあるのでへぇ、まあ、3D ゲームならではみたいな感じですね、このステージも増えていくわけですね、きっとね、なるほどなるほど、なんかやってないの、じゃあ行くぜ、はい、ベッドマシン、お貴様の覚悟、私に見せてみろ、男気がすごい、かっこいい、顔つきもちょっと男らしさ、男勝り的な、ね、武士っぽい、いろいろあったんですよ、そうなの、お強そう、証拠のガマゴーリア、強そう、さつき様の全てを受け止めてみせましょう、かっこいいんだな、ガマゴーリの構えが、これアズラエルっぽいでしょ、あ、本当だ、アズラエルっぽいでしょ、優先アズラエル、アズラエル、ちょっと入ってる入ってる、あ、なんだ、はいはいはい、縛りそう、ガマゴーリは縛りこの縛りの層、まあ、本体はこの縛りの層っていうやつなんですけど、これ相手の攻撃を受け止めるっていうのが縛りの層の特性で、この縛りの層で溜まったゲージを使って、四角ボタンの縛りの層で、おー、持ってきた、返していくっていうキャラクターなんじゃん、ゲージを吐いて、かっけえんだけど、このキャラマジで減った、すげえ減った、その代わり、そう、縛りのゲージがなくなっちゃうんで、またこれで溜めなきゃいけない、これ何をやってるかって言って、自分を縛ってさらに自分を叩くことによって縛りゲージを溜めている、どういうじゃないか、いや、 M じゃないの、 M じゃないんです、設定、違うんです、設定的には、はい、あの、こいつは風紀部の部長なんですよ、はい、だから、あの、風紀っていう、あの、規則に
生徒のみんなを縛ってるわけです、はあ、だから自分を縛る自分も規則で縛るっていうっていう建前だけど建前でやってるだ本人は真面目にやってるからる、ね、これ削りパスを使っていけここだあごめんはいさあどうするよ始まったぞ俺らどうするよじゃあ一見必殺の3つ同乗しえわからない始まったよこの読み合い拒否始まった聞く耳ボタンさあどうだ自らの部をあ負けたあ引き分け引き分け引き分けかまあまあまあよかろうも近接攻撃強化された、はい、攻撃よしじゃあ仕掛けよう近接攻ああそされてしまったかまごり先輩2回戦行くぜ、はい、空中ガードはないあずるずるずる一人でよし今のはガードブレイクがあったので俺は暴れていきます、はい、長いですあずるずるずるまあガードブレイク攻撃だけで破れるカウンターしたすげえ楽しいやめろただの四角連打やめたまえかっからの飛び道具かっこいい飛び道具は飛び道具縛って受けて縛って受け止めていくぞ。なんか酔い無理しか見えない。ここじゃん。あバスになっちゃった。ここだ。あまだまだ。安易なダッシュは決意表明じゃん。やばい。一旦このゲームすげえ向いてるんじゃん。本当？体育打つ感覚でそれやってるってことでしょ。はい、まあ。私はこの世界のすべてと戦い。多分ダメージを取りに来ると見た。はい。負けた。やるやんけ。静かにしろということです。ま、やるぜ。はい、あいじゃん、はい、はい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 助けて。お、いやできる。これ初めて見た。これあの血液レベルが上がってると変わります。そういうこと。そうそうそう。さあうまい。いや連打してるだけ。覚醒の時間だ。ああ。なになにこれ。これはあの必殺技です。おお。ゴリゴリだ。反省する。結構いった。やべ。あやった。受け身を取って。キラキラ。痛い。ラストは。やりますね。恐縮です。恐縮です。丸くなりましたね。時間。もうじゃんけんしないですか。じゃんけんしたいじゃんけんしたいじゃんけんしたい俺はじゃんけんしたいいやじゃんけんしたいわおらんやるぜじゃんけんが勝負だ表明演説やるぜ俺資格押すわオッケー分かったうわ読み合いが資格押すわオッケー分かった信じるか信じないか資格をちゃんと押したのか私は三角押したぜ俺は三角押したぜでこいつよさあからのじゃあ俺はじゃあ、ま、丸かな。いや四角四角にしようかな。四角にしよう。さあどっちか。読み合いが。あれ一木さん。あ引き分けだ。あ引き分け。引き分け。しかし効果発動するので俺の体力がすげえ回復したぞ。あ本当だ。本当だ。しかもほぼほぼ。あちょっと、はい、ちょっと。頑張って頑張って。引かぬ引かぬ。ああ。これ終わったんじゃん。これ終わったんじゃん。安静してろビターン、まあ、まあやるじゃんまあまあよかったよ今いいまあまあよかったまあまあいちいちご覧いただけましたかそれ面白いかっこいいかなあまあまあまあ縛りの層はかっこいいと思う縛りの層は何だろうちょっとこれあの縛りの層ペチペチ始めた時どうすればいいか分かんないあれは回避というかあれはやめさせるためには丸ボタンのガードブレーク攻撃を当てましょう、まあ、だから近づいて丸ボタンを押しに行くしかないからそういうことで近づいてきたら四角ボタンで反撃したりとか近づき方が難しそうそこで頭を使うっていう感じですね、うん、まあ反撃の部分はガードしちゃえば反撃の部分あの誰か主人公じゃあもうだからこれでなんかうまいこと最後に俺がこのマトリ9個使って因縁の対決をやっぱこれがじゃあまあどこでもいいですよマシカブいいですマシカブいやでもやっぱラギオスタジアムですよそうなのなんかそういう因縁のステージ、うん、あのこのステージはあのちゃんとあのアニメ本編にも出てくるあじゃあ、はい、じゃあそうですねまあほんの蝶も出てくるけどやっぱリュウコちゃんやっとかやっとかっカムイに切られているだけの女だ。私に勝てると思うなよ。さつきさん来てるのが純血で、こっち来てるのが鮮血。鮮血。純血。鮮血。やるぞ。ああ。
あーって言ったの誰？誰？あの先決。あ、その引っかかった根性、叩き直してやろう。で、まあ勝ち直なのね。さつき、タイ、あとイリュウク、いざ尋常に決闘開始。やめたまえ。飛び道具で。そう。勝てると思うてか。これ超強いんだ。やっ。なるほど。使ってる間に近づいてくる。ああ、なんかすげえ回ったぞ。一。ゆうこちゃんは近接、そうですね、近接、まあスピーディーなタイプかなと。すげえ回るぜ。ほら。あ、やる。いちきさん、やりますね。うまいです。そう、このゲームやってた。やった。あ、入ったよ。なるべくね、こっちに回したくないんですよ。あ、まあ確かに。透明なりコンボなりにしたいですね。お、かっけえ。いけえ。ストーン。減った。めっちゃ減った。で、大体これで減ったって言って3600だから、俺これと思ったんですけど、さっき6600って言ってたから。え、これの倍減ったのと思って。はいで。いや、今の見てから。使いたい。あ、そう。はい、使いたい。ガードしていけ。ガードしている。ガードした。俺もステップコース。めっちゃかっこいい。ああ。わあ。いやー、一本。スタート。めっちゃ煽ってる、めっちゃ煽ってる。ムカつく。ムカつく。あいだ。はいはい。この男。ずる、おわずるかないでしょ。おお、めっちゃ入ってるよ。これは？あ、当たるんじゃない？当たるんじゃない？届かねえ。ちょっと調整して。ダメだ、ダメだ、ダメだ。まあまあ、私有なんでね。私有なんでこれからいろいろ変わっていくね。そうそうそう。あ、落ちた。意外と早いダッシュ。飛び道具くれ。あー、やるやん。これは行くんじゃないの？6ヒット、7ヒット。その目に刻みつけてくれ。あ、だった。しかやらないマン。10、あ、まだ行く。あ、死んだ。3780。11ヒット。ゆうこちゃん、やめろ、そのぐるぐる。やめろ。煽っていくスタイル。さあ、開幕やっていくぜ。開幕？いいでしょう。これ、読み合いだから。さあ、どっちでしょうかね。俺、体力満タンだし、体力回復選ばないんじゃないですか。なるほど。性格の悪さが変わらず。なんで？本当に、本当に。あ、じゃ、なんで体力回復選んだんだ。ちょっと待ってよ。じゃあ、読まれたんだ。だから、俺がダメージを選んでると読まれたんだ。はい。はい。はい、重ねて、重ねて。はい、はい。重ねて、重ねて。さあ、いて。どうなる？ちょい。どうなの？入るか？入った。入った、入った。入ってますよ。続けて。見えない。めっちゃかっこいいけど。かっこいい。当たれ、当たんね。避けて、避けて。うん、飛んだ、飛んだ。あー、入ってしまった。空港。空港かっこいいよ。トーン。わー、いい。やるぜ。いい、特徴もいい。カウンターヒート。スイミング能力。まあ、なんで、バツバツで。めっちゃいい動きができる。10ヒット、10。うわー、嬉しい。来いや。あー、押した。わー、なんかバツになっちゃった。あ、ラストじゃんけんはするのか。ラストじゃんけんした。はい、カウンターヒット。お、やべやべやべ。浮いてる浮いてる。どうすんの？どうすんのこれ。はい。おなじみのコンボで。めっちゃ刻みつけてくる。刻みつけてやるわ。めっちゃ刻みつけてくるマジで。お、まだまだいくよ。俺が今日5000。ああ、80。はい。血液レベルが上がってるから。はい。はい。はい。最後はカードブレイク。あ、危ない。ちょっと。やばい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 。まあ、これやばいんじゃない？逃げて逃げて逃げて。やばいんじゃないの？はい。ブレイク。おい。おい、押した押した。あ、いける、いける。どうすんの。あぶね、怖い怖い。これはどっちかが当てたら、あぶね、遠距離で。あれ、溜めたら一瞬弾消えんのか。そう、溜めたらね、ただ一瞬消えて左右から出るの。これ超かっこいいね。かっこいいね。かっこいい。やっぱさつき様なんだよな。やっぱさつき様なんだよ。絶対さつき。やばいね。面白いですね。圧倒的カリスマ。桐生院さつき先輩。誕生日同じです。あ、ほらら。プチ情報。